ったのはなんかこれ。何に寝てねえポホーしてくー、やっぱり酒は命の水だな。ああ、これで話をしやすくなったな。ノートも酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ。知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから。あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。そりゃないだろ。あ？ん？
Jaha. Ah. Nani? Suojelen sitten toistaiseksi. Hei. Tääkin on pistoli. Ouch. Epäreilua. Mä vaan keräilen nikkeliä. Oi. Hirveä kasa velkoja, palkkamurhaajia. Oh. Jaha, lisää. What? Yes. Melkoinen tutoriali. Väännetään vähän naamaa noin. Mua tuolla on pohjima. Okei, on toi kohtuullisen hyödyllinen. Yeah!
tässä lisää kasvoja. Vähän päämuotoilua. Oi. Tästä. Ai, そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。Ja näillä juttelutuulella. Amari kangeesarete nai jou da na. Orera wa mou yakuza ni unzari nan da yo. Omaera wa kokora no mise o gomi to shika omotte nai nda ro ga. Orera ni wa mou kono basho shika nai nda kara yo. Sonna ni oidashitakya.俺ら殺すしかねえぞ。オッケー、エリ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな！お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ！Se oli helppoa. No, ootteko nyt juttelut mulella? Nanda koitsu! Skoshi wa hanashi wo kiku kii natte kureta ga. Antara ni kega saseru tsumori wa nagatta. Ore wa... Tachibana Fudousan no ningen ga koko de nani wo shiteiru ka shiritai dake da. Ano hito tachi wo uru ki wa nai. Koko no juunin nara dare da tte sou da.ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う！あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれてる。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえな。今はカタギだ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザが、なんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わなかんぬけ。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。
社長の方針があるからさ。方針？おさあろうやったそこの辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらは神室町の根っこだ、俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長を見たろ。オッケー、やっぱりかさも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。やまるわけ。アルコペラスタソカバスタンヤクザ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺はおだってんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんだ。ne olisi vaan pahiksia, mutta tää ei ole ihan niin yksinkertainen millään tavalla.橘から呼ばれてきたんだ。お前ら橘不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。うん、後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。うん、何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。やは。てめえ、聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこ、どこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとは苔にされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。お前は
だ。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Down, Pomo. Now, asunto remonti. Pomo tykkää, kun mulla on hajotettu sen asunto. Toinen vain nauraa. Usso daro! Kono ore ni... Konna wakazou ga taiman de... Katsu ka yo! Shinjiran ne. Oda. Nattoku shimashita ka?小田さん、ええ、俺の、負けですよ社長。どうなってる。あんたも承知で小田に俺を試させたってことなのか。ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。ei kaikkiin kannata luottaa. Tai ylipäätään siis.立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。
いいでしょう。Hey, it's not. ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。ヘゲモニア。なんだと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。いや。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろ。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。
そしてその風間さんが空の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いているはずです。だったら、なんで今おいさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと、バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。kysyn, että onko hän saanut luottamuksen vai ymmärryksen. Anta ga ojassan no ishi o taksareta ningen datte shouko wa aru no ka? Kazama-san ga oshisharu ni wa kore ga sono shouko ni naru to. Kore wa anata mo mioboe ga aru hazu desu. Kazama-san ga沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。弱にや資産だが、あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、桐生さん。いやあ、チャプター。はあ、2 kappaletta tehty, juoni tiivistyy.